日本関東地方、茨城県森谷市、正木台、正木台2丁目、正木台6.7丁目、正木台7丁目、正木台6.7丁目、松野紀公園正木台は、茨城県森谷市にある地名。1丁目から7丁目まである。土地区画整理事業により大技大先進伝、大技留宅、大技へたといの一部から新設された。郵便番号は302-0102。 森谷市の北部、上層ニュータウン北森谷地区の北西部に位置する、閑静な住宅街である。地域内を通る北森谷遊歩道沿いに小学校、総合病院があり、遊歩道による、歩車分離が生かされた街並みが特徴である。また、隣接する保家級、薬師台とも遊歩道でつながっている。地域の南部は新森谷の駅前へ通じる北、森谷地区のメイン通り、北森谷だ。 都井線地域の東部は、上層ふれあい道路が通る。一丁目に総合森屋第一病院、二丁目に、私立松さ大小学校、五丁目に損害保険ジャパン日本コア森屋総合研修センターがある。東は、久保家級、西は、板戸井南は、薬師大、北は、大仙神殿と接している。当地に存在した小技、大仙神殿やあざまさきより、 2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、関東鉄道上層線森谷駅や新森谷駅を結ぶ路線バスが地域内を走っている。路線バス地域内には、正木台1丁目、正木台2丁目、正木台4丁目、正木台5丁目、正木台6丁目、正木台,丁正木台7丁目、 第一病院前、研修センター前、素十大歩道橋、久保家急、せせらぎの工事の11つの停留所がある。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。